今度はフィンランドのスザンナ・ラハコモ、ペトリ・コッコです。現在6位、世界選手権では去年第7位になっています。曲はルネ・オードリー作曲のメモリーです。なんというエンディングでしょう。ルネ・オードリーのメモリーをコミカルに踊りに来ました。フィンランドのスザンナ・ラハカモ、ペトリ・コッコでした。五十嵐さん、モダンバレーを見ているようでしたね。そうですね、非常に独創的な振り付けですね。この2人は国籍はフィンランドですが、今はアイスダンスの盛んなドイツのオーバースドルフでトレーニングをしているそうです。なんか演技っていうか振り付けもあれですね、なんか
トーベル B 組のなんかプログラムの一部というようななんかそういうものを私は連想したんですけれども、そうするとデュシャネ兄弟のですね妹さんのご主人のあのクリストファー・ティーンの影響ってのはあるかもしれませんね。そうですね、同じあのオーバーストドルフで練習してますんでね、はい、まあ、その影響あるかもしれませんね。まあ、腕の振り赤い手袋をしてますつけておりますのでこれ非常に印象に残りましたが、本当にモダンバレーのような独特の表現力がありましたフィンランドのラハカモ・コッコでした。どういった得点になるでしょうか。現在まで6位です。テクニカルメリット、拍手が先に聞こえます。 5.4 と 5.3、 5.5 がフィンランド、フィンランドのラハカモ・コッコです。技術点、技の評価、このジャッジはどうですか、井上さん。なかなかいい点が出てきてますね。さあ今度は、はい、やはり見てましてもあのターンとかですねエッジワーク非常に正確ですね。今度は芸術的印象点、アーティスティックインプレッション、 5.6 が出ています。お、立ち上がりました。フィンランドのスザンナ・ラハカモ、ペトリ・コッコでした。満足そうな2人でした。現在のところ今まで第6位でしたが現在ここで11人終わってトップに出ました。フランスの学生です。ドミニク・イボン、フレデリック・パウエル、現在まで第9位。すごい拍手です。